はい、鶏の胸肉とあとキャベツですね、切ってそれをただ茹でています。これブーちゃんのご飯に混ぜてあげたら喜んで食べるんで、本当は、まあ、味とかは つけてあげられないけど、まあ、でもこれやったらね体にもいいね。キャベツと鶏肉だけなんですけどね、茹でていっぱい作って、これを小分けにして冷凍しておいて、ではあのトップクーラーにちょっと混ぜてあげたら喜んで食べるんで、鶏肉もこれ胸肉やったら安いんで、でかいやつ自分で小さくハサミで一口サイズに切ってこう入れてますね。ふーちゃんが喜んでやったら、ふーちゃんご飯食べる、お腹すいたね、今作ってるからちょっと待っとって、またふーちゃんのご飯今作ってるからちょっと待っとってね。もうちょっとです、いで、ご飯食べよう、いで、よし、いで、ご飯食べよう。じゃあお腹すいたやろ、ご飯食べよう、いで、ほらこれ、ほら、おいしそうやろ、洗濯物が怖いか、よし食べよう、おいで、洗濯物ぶら下がってる、これが怖いんか、よしこれじゃあほらこっち置いといてあげるか、よしおいで、ふーちゃんおいで、やっぱ洗濯物怖かったんか、よしご飯食べよう、よし早速入れてあげたらご飯食べてみます。よかったね、よかったね、別にキャベツも美味しいやろ、手作りの方があれやんな、なんか変な添加物入ってないからな、ただの鶏肉とキャベツ、ただそれを茹でただけというか、それも喜んで食べてるからね、よかったね、よしよし、よかったよかった、おいしいぶ、お腹すいたね。